演舞開演。どうも、本日はマクドナルドのシナモンメルツと新発売のキャラメルメルツ食べ比べをしてみたいと思います。でもシナモンメルツもそもそも食べたことないんですよね。なので楽しみです。まずは通常版のシナモンメルツをオープン。シーズンまでかかってるんでしょうか。これは期待が持てますね。クリームチーズシロップ、はい、クリームチーズシロップだけだって書いてありましたね、ここに。ではいただきます。このほどもっと早く食べればよかった。君をの程よくピリッとくるシナモンと甘いお砂糖の風味が見事にマッチしていますね。生地がふわサクって美味しいですし、そこにほのかにチーズも加わることでさらに深みを出していますね。では続きまして、こちらの新発売キャラメルメルツ、こちらはチーズの代わりのキャラメルなんですね。ではこちらもいただきます。君はもっと美味しいね。シナモンのほのかな刺激とはまた違う、キャラメルの香ばしい苦みがメルツの生地と見事にマッチしています。もうこのキャラメルだけで無限に食べたくなるようなそんな味でした。なのでこちらの点数させていただきます。で、すでに点数でお分かりだとは思いますが、このシナモンメルツとキャラメルメルツ、自分はこちらのキャラメルメルツの方が好みでした。とても美味しかったのでぜひ食べてみたいでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。